えー、それでは、ここ、音読です。日本語をもとする、待って、待って、だめだ。これは間違えました。ここかなあ、こっち、こっち。日本語、点語、どちらも、これ解説なんですけど、こういう解説の部分も、解説の部分も全部読んでいきます。全部読みます。えー、関係代名詞についてですね。ここから読みましょうか。one, two, three. 関係代名詞は2つの文をつなげて情報を詳しく説明するための接続詞のような働きをします。以下で関係代名詞の基本的な使い方を簡単に説明します。中学1年生向けに分かりやすくまとめます。お中学1年生向け。本当か、そんな優しくできるのかなじゃあ、行きましょう。人を説明する場合、ふう。人について説明を追加するために使います。 例文、This is the boy who helped me. これが私を助けてくれた男の子です。Who は boy、男の子を説明するために使われています。どんな男の子私を助けてくれた男の子。物や動物を説明する場合、which。物や動物について説明を加えるときに使います。I found a book which was many which has many pictures. many 私はたくさんの絵がある本を見つけました。Which は本、あ、book、本を説明しています。どんな本たくさんの絵がある本。人、物の所有を表す場合、whose。何々のという意味を表し、人や物の持ち主について説明します。She met a girl Whose father is a doctor. 彼女はお父さんが医者の女の子に会いました。お父さんが医者の女の子に会いました。whose は girl、女の子を説明し、お父さんが医者であることを追加しています。場所について説明する場合、where、場所について説明するときに使います。 例文、This is a park where we played yesterday. これは私たちが昨日遊んだ公園です。Where はパーク、公園を説明し、どこで遊んだのかを詳しく教えています。ちょっと待ってね。Where はね、関係代名詞ではなく、こういう場合には関係副詞と言います。ちょっと直しておきましょう。 違う違う、行きぎ行きぎ。関係代名詞についてってなってますけど、これ、関係詞ですね、これね。関係、副詞って言うんです。ホエア、この場合ね。関係、関係代名、ちょっと待って。これは、代名詞。カッコして、関係、副詞 関係福祉。関係、関係福祉じゃなくて、福の取っ,って関係詞とすると、関係代名詞と関係福祉と両方のことを言うんですけど。まあ、いいや。これで行きましょう。じゃあ、これ、関係しにしましょうか。<laughs> こんな感じですかね。えー、っと、じゃあ次ね。親でしょ。 英文は終わったんですねあ。時間をする、説明する。これで行きましょう。この本もこれも関係、副詞ですね、この場合にはね。時間を説明する場合、本。時間について説明する場合に使います。I remember the day when we first met. 私たちが初めて会った日のことを覚えています。When は day、日を説明し、いつその出来事があったのかを教えます。 人、物の両方に使える関係代名詞 that. 人や物、どちらにも使えます。会話ではよく使われます。This is a cat that I saw yesterday. これが私が昨日見た猫です。He is boy that everyone likes. 彼はみんなに好かれている男の子です。まとめ 関係代名詞を使うと文章をスムーズにつなげてどんな人どんなものいつどこでの情報を、えー、詳しく説明できます。これ関係詞にしましょうね。えー、と、who 人 which もの動物 whose 何々の所有 where 場所 when 時間 that 人物どちらにも使える。